パワプロくん、強豪校野球部に入ってプロを目指すぞ。能力オール F、 こいつ実際こんな自信家のやつおらんやろ。才能あるから F とか G やねんで、才能なかったら P とかになってるんやで。まあ強豪入るならせめてどっかは D くらいないとな。実際中日の控えとかオール F もいるし平気。高卒でオール D ならドライ地確定だよな。玉村なんてあんな能力で NPB の一軍戦に参加しとるんやぞ。いきり中学生が高校上がってすぐとか意味不な万能感持っとるやろ。160キロ超の投手を大量に抱えてる高校の正体。実際 A 館でオール F 入ってきたら扱いに困るわな。チート級のチームメイトたちがほぼ全員ドラフト漏れてることのが謎。パワプロくんって最後の夏時にトリプル ACB みたいな感じでくっそ強いような、現実の最後の夏選手は EDDD みたいなのがほとんどなのに。能力知事はプロでやっていける最低限の能力やったろ。高校レベルの野球偏差値みたいなものだと思えばセーフ。言うて A 館だってそうやんけ、スカウトしなかった野良選手は最高でもオール E で天才肌でもちょいちょい D が混じるぐらいやん。ご視聴ありがとうございました。